アニエザ・シャヒにはアルバニアの歌手、ユーロビジョンソングコンテストに初のアルバニア代表として参加して、在ージオブユーを歌った。当時17歳のアニエザ・シャヒには、ティラナで行われたアルバニア国営放送主催のコンテストフェスティバリーケンゲスに参加し、初戦で電話投票によって首位に選ばれた。 アルバニアはこの年からユーロビジョン参加を決めており、トルコのイスタンブールで開かれるユーロビジョンソングコンテスト2004のアルバニア代表はフェスティバリーケンゲスによって決められることになっていた。シャヒニが歌ったイマジーユットはシンセサイザーポップチューンの曲で2回の予選を勝ち抜き決勝に進出した。決勝では前年度のユーロビジョン優勝者のセルタブ、エレネルが ゲスト参加した。審査員投票と視聴者の電話投票によって、シャヒニの優勝が決められた。2003年12月20日、司会を務めたアディクラスタとレディナジェロから、イスタンブールで開かれる、ユーロビジョン参加の切符を渡された。曲は4分半の長さで、アルバニア語の歌詞であったが、歌詞は英語に翻訳されて、タイトルを、在明ジオブユーとした。さらに、 欧州放送連合が定めるユーロビジョンソング、コンテストの曲の長さの制限3分に収まるように、編曲して一部をカットし、曲のテンポも早めた。国内選考で彼女に負けた歌手たちをバックに起用し、アニエザ・シャヒにはユーロビジョン準決勝でこの曲を歌った。22エントリー中4位となり、シャヒには決勝進出を決めた。 決勝に進出した他の24エントリーのアーティストと共に、シャヒには決勝でこの曲を歌った。シャヒには106ポイントを集め、ウクライナ、スウェーデン、ギリシャ、トルコ、キプロス、そして同じくデビュー国のセルビア・モンテネグロに続く7位と検討した。2005年、アニエザ・シャヒには国際的なキャリアを始めるために、ウィーンに拠点を置くアーティストマネジメントと契約を交わした。 この年の年末に再び、ユーロビジョンのアルバニア代表を選ぶフェスティバリー、ケンゲスに参加することを明らかにした。シャヒには、PS インデルでフェスティバルに参加して2つの予選を突破し、優勝の有力候補となった。決勝は2005年12月15日に開かれ、優勝したのは、ルイズ・エイリであった。 シャヒニのような有力な優勝候補が勝利を逃したことについて審査員による偏った投票があったとしてアルバニア国内で物議を醸した。シャヒニはオーストリアで音楽の勉強を続けるためのブレークを挟み2007年に再び表舞台に戻ってきた。アニエザ・シャヒニはアルバニアの歴代の優れた音楽をリメイクする TV クランの番組 KNGT シェカレット2のレギュラー歌手の一人となった。また、音楽祭、ケンガマジケ2007に参加して、ンキシナや M.E. マイヤを歌い、4位に入賞した。ありがとうございます。